じゃあプレネチェックやっていきたいと思います。今週はシュプリーム23年 FW シーズンのビーク9ですね。えー、今週も色々注目のアイテムありました。まずはコラボはディッキーズだったんですけれども、ディッキーズのアイテムでは、えー、このジャージが人気になりましたね。 え非常にスポーティーなアイテムですけれども、ディッキーズというブランドとしては非常に珍しいアイテムですけれども、えー、完売となったと。えー、それからレザーオーバーオール。これも79,200円という高額商品でありながらも即完売となりました。えー、それからフード付きのシャツやバギージーンズ、それから b 2などもえ人気になりました。ディッキーズのアイテムは結構 人気となりましたね。それからナイキの新作スニーカー、コートポジットが発売となりました。こちらは3カラーで発売になったんですけれども、ホワイト、ゴールド、ブラックという順で人気となったんですけれども、ホワイトが一番早く売り切れになりましたね。それからゴールドも売り切れになっていると。ブラックは少し余っておりますが、えー、と、海外に比べて国内では非常に人気のスニーカーとなりました。それからレギュラーアイテムでも注目のアイテムもありました。 まずはニードルポイントのフーデットジャケットをバックに色鮮やかな刺繍をしたジャケット、オリーブとブラック2色、両方とも完売となっていると。それから今週の一番注目だったアイテム、キャットウーマンのフーディ。これは前からソールドアウトになりました。それからコードルキャンプキャップ。これも人気になりましたね。これもほぼほぼ完売状態になっていると。それからアクセサリー類はヘインズのボーンズサーマル えーセットアップ上下と、えそれからヘリネックノックスの、えベンチ、それからバイスクルのトランプなどが発売になっていたということで、ウィーク9プレネチェックやっていきたいと思います。果たしてプレネチェックついてるアイテムあるんでしょうか楽しみですね。はい、こちらはスプリンプラスの YouTube チャンネルです。まだチャンネル登録がお済みでない方は、ぜひこの機会によろしくお願いいたします。えー、ということで、ウィーク9プレネチェックやっていきたいと思います。 えまずはディッキーズとのコラボアイテムから早速チェックしていきたいと思いますけれども、いつも通りフリマサイトを中心にメルカリ、ラクマ診ンなどえを,を中心に見ていきたいと思います。ということで、まずはディッキーズのジャケット、ファーボンバージャケット。これ、まあ、これは完売となっておりませんので、多分出てないと思いますけれども、定価39,600円でした。一応見るだけね、出てないと思うけど。 あ、<laughs> ちょっと出てますね。グリーンが。7万4000円で。ただ売れてはいないと。完売にはなっておりませんので。えー、こちらのアイテムが人気でしたね。海外でも人気になりましたけれども、国内でも非常に人気になったスポーティーなトップス。えー、ディッキーズのビッグロゴがドカンと入ってるっていうジャージですね。価格1万6500円で、えー、出ていたと。えー、ディッキーズと。ジャージ1万6500円。 えっと、2万円で売れてますね。二万、1万8千一万九9二2万ぐらい。結構出てるけど、えー、そんなもんかな。1万8千円から2万円前後ぐらいまであると。まあ、1万6500円なので、まあ、1円か2千円っていう感じですかね。えー、まあ、ビプレという感じですね。それからレザーオーバーオール。これは、七、えー、7万9200円という高額商品でしたけれども。 即完売となるという人気となりました。おそらく数が極小なんでしょうね、これね。えー、なので、まあ多分出てないと思いますけれども、一応チェックして、おおえー、すげえ !12 万えー、7万9000に8万が12万だから、4万もプレネがついてる。ただ、まあサンプル数2つしかないので、なんともこれがどうなのかわかりませんけれども、すごいな、これ。 今週の一万プレネ、ほぼ確定じゃないこれも。119000円で出てますけど。まあ、サンプ数かなり少ないですけど、4万プレミアム、上は4万円ぐらいまでプレミアムがあると。すごいですね。12万で売れてると。ブラッドフーデッドジップアップシャツ。これはあの、こっちのブラウンカラーの方が人気になりましたね。えー、ホワイトの方はまだ少し在庫が残っているといったような。 ええ、感じでした。えー、定価が2は6400円で発売となっていたと。あ、2万9800円で1個売れてるけど、あ、3万円ぐらいでも1個売れてるけど、あ、2万9000円。2万9千ぐらいですかね。なので、まあ、2、3000円という感じでしょうかね。えー、結構出てますね。<laughs> これは、あの、えー、まあ、リセールに結構出ていると。えー、W2 ジーンズ。 これもチェック柄2色人気になりました。特にこっちのブラウンの方が人気になってるんだと思いますけど。定価う、えー、?28,600 円あ。やっぱりこれも結構出てますね。出てるけど、売れてはないな。リセールで売れてるってほどではなかったですね。一個も売れてないような感じに現状になっていると。 うん、売れてないですね。ということで、まあ、あのプレネついてるとこも,も,もう特になくといったような感じでした。バギージェンズ、えー。それから B2。B2 はちらっと出てるのは見えたけど、値段はちょっと見てないな。6600円のテカでした。ディッキーズの B2。えー、あ、1個しか出てない。あ、これも結構数少ないのかな。ディッキーズ。 はい。ああ、1万で1個売れてるけど。あまあちょ、ちょっとプレってますね。1個しか出てないです。えー、スニーダーでも、ね、ちょっとチェックしていきたいと思いますけど。えっ、ー、と、ディズのアイテムは、ああ、やっぱ、オーバーオールが12万とかで現状出てますね。出てるってだけで、これは多分、取引があるかどうかはわかりませんけれども。 シャーツとかは、まあ、ちょっとぐらいかな。プレミアム。1000円とかぐらいのレベル感っぽいですね。えー、まあ、そんな感じで。え、ビニは少し高く出てますけど、ちょっと取引が、数、かなり少ないですね。やっぱりね。出品5とか4とか、そんな1桁出品になっているということで、ビニも少しプレミアムついておりました。なんといってもオーバーホールが。 すごいですね。今、価格が。えー、それからナイキの新作コートポジットをチェックしていきたいと思いますけど、これはね、えー、ホワイトが即完売に近かったですね。早かったですね。売り切れるのが。それからゴールド、えー、もう完売になっていると。ブラックは少し現状余っていると言ったような感じです。定価2万2000円。おお、結構高く出るのかと思ったけど、そうでもないか。えー、そうでもないね。 え、2万2000円かというか、出てるけど、売れてるのが、ゴールド2万8000円。え、ホワイト2万5800円。3000円ぐらいだな。ブラックに関しては定価割れてますね。1万7500円。<laughs> ブラックはまだ、あの、まあ、サイズ関係かなりあると思いますけど、まだ、あの、オンラインストアの方で売っていると。 えーゴールドが上は3万ぐらいまでありますね。なんでゴールドの方がリセールだとちょっとプレミアムついてるのかなという感じがします。2万6500円とか。ホワイトよりもゴールドの方がちょっと高いっぽい。ああ、でもまあそんなこともないか。同じぐらいかな。上は3万3000円とかまでありますね。えー、3万円台とかもあると小さいサイズの方が高いのか ?3 万円っていうのは。 これちょっとサイズがわかんないな。えー、ということなんで、あ、24とか、こういうのはで高いですね。やっぱりね。小さいサイズが高いみたいで、3万円台とかになっているということで、まあ、えっ、ー、と、2万円台後半ぐらいかな。5、6千円とか、そんなぐらいのプレミアム缶なんでしょうかね。そんなにはプレってないですね。えー、ゴールドが結構、少し人気、リセールでは高いように見えました。 それから、レギュラーアイテム、ニードルポイント、フデットジャケット。レギュラーアイテム。これは、あの、オリーブカラーが非常に人気になりましたね。オリーブの方が先に売り切れになったと。4万9500円でした定価。おー、出てる。<laughs> 4万9500円。あ、1万くらいのプレミアムついてますね。ブラックが。えー、6万、あ、六万前後で1万くらいのプレミアム感になっていると。 えー、6万前後になってきてるよと。オリーブが5万9000円とか6万円とかそのぐらいになってきているということなんで、1万円ぐらいプレミアム。これついてますね。えー、久々にまともについてる、えー、プレミアムっていう感じがしますね。えー、1万円ぐらいついていると。キャットウーマンフーデッド。 今週の一番人気だったアイテム、定価29,700円で発売となりましたが、これは結構ね、数多かったっぽいですね。まあ、完売も割とゆっくり完売になりましたね。ヘザーグレーがリセールだと結構人気っぽいですね。あとネイビーも結構人気になりました。3万5千円ぐらいでヘザーグレーは取引されていると言った感じ。3万5千円と5千円ぐらいプレミアムついてますね。ネイビーも3万5千円ぐらい。 ブラックも同じく3万5千円ぐらいといったような感じでした。えっ、ー、と、オリーブ出てないな、オリーブが。あ、オリーブ出てるけど、オリーブとかレッド出てるけど、まあ売れてはないですね。ちょっと少なめですかね、やっぱりね。ただ、リセールだとやっぱりブラックとかヘザーグレーとかネイビーとか、その辺の定番カラーの方が人気になりやすいっていうのはいつもの傾向ですね。 まあオンラインストアで早く売り切れるのは、なんかあの、オリーブとか、そういうカラーものが早いことが多いんですけど、リセールだとブラックとか、そういう定番カラーの方がえ人気になることが多いっていう、結構面白いですよね、そういうのも。ということで、ゲットウーマンフーディーは、だいたい5000円ぐらいプレミアムが付いていたと。コードロキャンプキャップ人気になりましたけど、これもじゃあ一応見てみるか。まあ、キャップ類はそんなプレミアム作くことないんで。 まあ、ただ、マルチカラーっていう珍しいカラーが発売になったら、一応チェックだけしてみようかな。あ、出てますね。あ、これなんだ。かわいいですね、この星ね。えー、12,000。おー、16,000。えー、<laughs> 初動は16,000くらいでも売れていたと。12,000円ぐらいなんですかね、今ね。12,500円ぐらいでも出てますけども。 えまあ、2、3000という感じでした。ボンズ30クルーネックや30パンツ、えー、こんなのも発売になっておりましたが、えー、去年は結構即完売になったんですけど、去年、おととしか。今年は、やっぱり、あの、在庫、かなり多めに作ってるっぽくて、あ、去年このレッドですね。多めに作ってるっぽくて、完売にはなってない状態になっていると。 いうことで、たくさん出てますね。いつのか分かりませんけど、今年のか、前回のか、ちょっと分かんないですけど、たくさん出てる。プレミアムがつついているわけではなさそうだと。ヘリノックス、タクティカルフィールドスツール。まあ、これも完売になりませんでしたね。ヘリノックス。えー、出てますけれども、これ4万9500円の低下でした。えー、最後、トランプ見て終わりにしたいと思います。トランプもまだ残ってると。 この辺は、えー、在庫がかなり大量なんでしょうね。バラ売りってどういうこと <laughs> 何バラ売りってこれ何バラ売りってどういうことすごい。い <laughs> 1枚ずつ売るってことこれ。すごい。いこれトランプって何枚だっけ全部で。50? 13×4 種類だ。52枚か。52×300 円で、全部売ったら15,600円にもなる。<laughs> あ、ジョーカーとかも合わせたらもっとな。1 6六0 0円くらいになるすご <laughs> あ、でもちょっと、あ、手が割れてる。<laughs> あ、割れてない。てか割れてないか。えー、ちょっと売れてんだ。 三千三百円ですね。これ何ちょっと売れてんだろう。ちょっとよくわかんないですけど。まあ、売れてるんだね。<laughs> バラ売り面白い。一 <laughs> 枚ずつ売んのか。それ需要あるんだろうか。しかも何が来るかわかんないっていうね。それ選べんのかなハートの7がいいとか。そういう感じでもなさそうですけどね。まあ、ランダムなんでしょうね。 じゃあ、スニーダンで最後チェックして終わりたいと思いますけど、えー、ニードルポイントは5万5千円ぐらいで現状取引されていると。まあ、スニーダンでは5千円ぐらいのプレネですね。あと、えー、キャットウーマンは3万ちょっとぐらい、3万3千円ぐらいなのかな。平均すると。えー、なので、まあ、まあ、3千円か4千円ぐらいの感じになっていると。 いう感じでした。コーディロキャンプギャップがすごい高く出てるけど、この辺はまあ、出品数かなり少ないですね。えー、なのでまあ、履歴はないと思いますけども、えー、トランプは定価割れてると。2900円でした。定価割れ。トランプ。バラ売り <laughs>。<laughs> はい、ということで <laughs>、えー、今日プレンでチェックしてまいりました、えー。バラ売りのトランプが売れれば、今 一番、低価から見たら5倍ぐらいになるんで、今回一番一番プレってるということになりますけれども。まあ、あの、今回も順当にプレイがついてるのは、このニードルポイントのフードジャケットでした。 それでもちょっと微妙にはプレネついておりますけど、ノーコードボジットであるとか、まあ、5000円ぐらいでプレネついてるとかっていうのはありますけれども、あとオーバーオールですね。これはまあサンプル数少ないので、まあ、一部すごい高くは売れてますけれども、サンプル数少ないので、まあ、それが相場となってるかっていうのはちょっと微妙なところでしたが、えー、今日はプレネチックやってまいりました。じゃあこれで以上になります。このチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。